Hello everyone! My name is Mama. Welcome to the world of Mama. Today! My name is Steven. My name is Mama. Hello Mama Stans. 今日はね、スティーブンと一緒にいろんなとこ行きたいと思います。それで、私ね、日本の免許取ろうとしてるじゃない。でしょ？スタントで、ね、ステワートにね、いろいろ、ステワートじゃ、また名前間違えちゃった。標識これ何とかさ、こういうのなんだかわかるとか聞かれるんだけどさ、ほとんどわかんないのね。それで勉強しないといけないなと思ってるんですということであすごい鳥がなんか持ってる卵みたいな。まあそういうとこじゃないの。それで本当はね、来週行こうと思ったんだけど、やっぱ1週間ぐらい勉強しないと自信ないから、1週間足りないか足りないっていうので勉強したいと思います。で、今ね、初めて分かったのがあるの。これって分かる？みんなちょっとミラーかけしないと。これは一方通行、青と白逆のやつで、これが信号が赤でも行ってもいいよってやつなんだって。なんだよ、そんなの知らなかったわよ。しかもさ、あれこれ右走っていいの？なんだよ、もういいんです。私、もういつもさ、右ハンドルじゃないわ、左ハンドルの右を左ハンドルで右走ってるからさ、この車は右ハンドルで日本左だからね。ぼーっとしてたらさ、間違えそうなんだけど。じゃあぼーっとしないでください。はい、承知しました。Hello, Mama Stans. アメ横っていうとこに来てます。We're gonna try out some Japanese street foods today, so let's go. ちょっとね、アメ横行く前にお手洗いに寄ったら、ここキャンピンググッズがたくさんあるので、ちょっと立ち寄ってみました。かわいい。これさ、お家でさ、これつけてたらさ、かわいいよ。似合う。あ、これ持ってる。もううまいの。そう、これうまい。これ有名だよね、これ、ね、この調味料。Japanese street food. Let's go. Let's go.うわ、すげえ。ねえ、すっごい甘い。匂い。お腹すいたんだけど、もうあれ食べて帰ろう。でもジャパニーズじゃないじゃん。I don't think they have Japanese street food here. It's either like Korean kebab or like Korean. コリアンしかないのかい。そこで終わりだからさ、あと10メーターぐらいでそこまで行ってみよう。はい。もう8得でいいよ。もうダメ、それコリアン。インターネットでさ、ジャパニーズストリートフードって言ったらここ出てきたから、とりあえずここに来たんだけど、ないね。Yeah, I think Ameyoko isn't really known for their street food. It's either like you eat inside or like bags. ストリートフードはさ、なんかチャイニーズかさ、コリアのしかないよね。そう。ということで、ちょっと予定変更して、海鮮丼食べに行こう。Let's go to Tsukiji. Tsukiji. Yeah. Mama, I think these two white ones, ちょっと高いやつ、高級。で、先に行くよ、これ。で、ママこの2つ食べて。あ、いい？はい。うまっ。おいしい。白いのがさ、一番甘いって言ったよね。そう。甘い。おいしい。じゃあこれあげる。はい。いちご飴、買ってみてください。I highly recommend。本当に日本のいちごってうまいからね。あ、そうね。Standing sushi shop. Yes. Yeah. Recently, sushi is my favorite food. すごい並んでるよ。 Yeah, it's so crowded. ね、行く？行かない。今違う通りに来たんだけど、こっちの通りは食べ物屋さん多いけど、でもストリートフードじゃないね、レストランだよ。ということで、もうこれは築地に行って、もう海鮮丼食うしかないな。そうだね。すっごいお腹空いたんだけど、どうすんの？
インドのレストラン発見しました。ここに行くか。そう今駐車場でぴったり60分でした。結論、ストリートフード食べたい人はアメ横には来ないでください。美味しいものは食べれるけどさ、ストリートフードやっぱり原宿、竹下通りとかな、竹下通りこの前行ったからな。ちょっと今度行ってみよう。またあれの意味はここまでっていう意味だから、必ず他のサインとセットなの。だからあの下についてるやつあるじゃん。U ターン禁止はここまで。そういうことか。難しい。皆さん、これは U ターン禁止はここまでってやつです。ここまで。みんなここに止めてるね。あ、でも並んでるからストリートフードだな。楽しくなってきたでーす。ね。カキカキカキ。ファティマグロ。This is actually my favorite food right now. うまい。うわ、it melts in your mouth。ね。めっちゃ脂乗ってる。次、牡蠣食べてみたいと思います。生牡蠣。ローオイスター。あ、1個600円？じゃあ600、2つ？はい。ポン酢かけました。ポン酢。なんか全然臭みがない。美味しい。なんかクリーミーだね。次何食べる？マグロ丼かウニ丼が食べたい。あ、そうね。そこ行こう。すげえこれ。ウニ丼が食べたいんだけど。Seafood is actually my favorite food right now, and uni don is my dream food. Really? So, but I have a confession, Mama. Uni is not my favorite. ちゃんとしたウニを食べてみたいと思った。この1番と5番が紫ウニです。はい。2番、3番、4番が爆ウニです。すべて5種類味違うので、1つずつ食べ比べしてください。産地が違うんで味も違う。産地が違う。そうです。爆ウニが濃い味してて、紫ウニが結構クリーミーな味してるので。なんかめっちゃ新鮮な感じがする。美味しい。テイストそうクリーミーだね。美味しい。全然味違う。He was like, they all taste different. I was like, でもなんか本当に。ねえ、なんかすごい残しててダメだな。They did not like ウニ。もったいない。ウニ屋さんなんで。ねえ、なんで来たんだろうね。帰るか。Yeah, I think they're starting to close for the day. Yes, your turn.ママはこれで、じゃあ俺はこっちかな。シナモンパフェ一つと、エスプレッソアフォガート。これママ。うまいよ。それ食べたい。それ。これ。This is like the smallest store you can find in Tsukiji, and they're overstaffed. 熱い？熱い。ちょっと持てない。持てないじゃない、持って。うまい。すぐ行けちゃいそう。あ、そう。でかいけど。じゃあ私も食べる。おいしい。すごい、あんたに全部食べさせるの。おいしい。
神社発見したので神社に行ってみたいと思います。築地波よけ神社。なんかそっくり。 We're gonna go shopping. Shopping. Yes. じゃあこの動画はここで終わりだね。結論、日本にはストリートフードは少ない。なんかあの立ち食いとかそういう文化の方が発達してるかな、うん、もしストリートフードそういうの食べたいときはどこに来ればいいと思いますか。新大久保とかじゃない。まあコリアンタウンだけどね。そうだからジャパニーズフードの食べ歩きはそんなにないかも。ここはあのちょっと味わえるかも、美味しいもの。そうだ ね築地来てみてください。原宿竹下通りかここ築地かさっき言ったの上のアメ横、この3つ。今日も皆さん見てくれてどうもありがとう。また面白い動画撮っていくのでリクエストください、コメントください。じゃあね、じゃあね、バイバイ。BuyExtra.com.